で今日なんですけどね、しゃべくりタイムと歌って踊ろうということで、皆さん今日なんと本邦初公開のうなぎせんべいの PR ソングっていうのを作ってきました。なので今日皆さんにぜひこれ聞いて帰っていただけたらと。本当私が作詞作曲しまして、私歌音痴なんですけど、結構簡単に歌えます。歌詞も覚えやすいんですよ。ですからこれをねぜひ聞いてと思います。でね、私が歌ったんじゃね多分つまんないし、私歌下手なんで、皆さん一緒に踊ってください。はい、歌詞ねちょっと振り付け考えましたのでね。で、うなぎなので、私がうなぎうなぎって言ったらうなぎなつってください。いいですか、こんな感じでうなぎで、それ以外は元気に歩く感じ。よろしいですか、大丈夫ですか、いいですか。ジュリさんちょっとリハーサルしませんか、私も張ってきますので、ね、はい、皆さんうなぎうなぎって言ったら、これ恥ずかしくやるとね、恥ずかしい、こっちが恥ずかしくなっちゃいますからね。皆さんこういう感じで、こんな感じでちょっとフリフリ、そちらの僕かっこいい、かっこいいです、イケてます。ぜひ前来て、前来て一緒に踊りませんか。こんな感じで、ありがとうございます。こういう人が好きです。そうそうそう、ありがとう。こんな感じでね、やだこういう感じでね。あ、皆さん今日うちのスタッフが来てますね。はい、じゃあ本当今日ね一緒に作ってきたんですけども、イオンさんと埼玉市が提携結んだという記念ということで、うなぎせんべいの歌もツッコミも何もないんですが、よろしくお願いします。皆さん知っていただいて、今日もまだまだいろんなイベントがあるような